12月18日月曜日、全国のお天気をお伝えします。北日本の日本海側や北陸では雪が降りやすく、大雪や吹雪に警戒が必要です。路面状況の悪化や視界不良にもご注意ください。また交通機関への影響も懸念されるため、通勤や通学の際は最新の交通情報も併せてご確認ください。近畿北部や山陰は雲が広がりやすく、雪の降るところがあります。太平洋側は各地日差しが届いていても真冬の体感になる見込みです。各地で冬本番の寒さとなりますので、暖かい服装でお出かけください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。